も皆さん、速度くんです。僕は HZ リオの HZM によって生み出された人造グラフィック体。今日も HZ リオのみんなと楽しいトークを楽しむぜ。突撃速度くん。速度くん正月太り。見てください、この体型。やばいな。お餅食べ過ぎたのかな。お餅美味しいか。お餅食いましたね。食いまくってますね、もうね。餅食って締めでまたラーメンとか食べて、ずっと寝てたんですよ。そしたらこんな感じになっちゃったんですが、あら、はい、なんと速度くんダイエット瞬時にして元の体型をキープ。本当だ。すごい。すげえな。やっぱグラフィックがすげえ。すごいですね。というわけで今回も質問がたくさん来ておりまして、はい、まあ、早速ですけど、オミナさん、はい、皆さんは YouTube 見ますか？まあもし見てるのであれば、どんな動画を見てらっしゃるのか気になりますと。はいはいはい。ちなみに YouTube とご覧になります？見ます。あ、めっちゃ見ます。え、ちなみにめっちゃ見ます。エムさんってどういうの見てるんですか？僕弁護士が弁護士が詐欺の電話をやっつけるっていう。なんだそれ。35万円になりますっつって、うん、請求しますんで、え、請求、それどうやって請求するんですかみたいな感じに、うん、え、やだ、うわ、すげえなー。私の住所知ってるんですよね、じゃあ送ってください、あ、え、みたいな。そんな見たことないわ、 YouTube。 あ、そうですか。弁護士的なもので検索すると出てくるんですかね。架空請求で出てくるんじゃないぜひちょっと今度見てみたいと思います。ちなみにニレイさんはどうですかね。私は速度の音楽のチャンネルを一番見てます。それは見るな、確かに、うん、チェックのためにチェックしプロ、プロフェッショナル、これ毎週見てます。これがプロだ。それが多分一番見てると思う。すごいな。え、ご自分でご覧になってどうですか。うん、撮れてるな。まだまだだなっつって。まあそんなわけで、コウさん、ちなみに YouTube とかって。私も速度をまず見てね。見て、うん、よ、曲、プロ。もちろんです。で、曲もチェックして、ええ、あ、演奏、あ、こここうだったな、ここ次はこうしようかなってこう、うん、日々あれですね。日々鍛錬。本当ですか。ちょっと。もういますけど、うん、ドッキリ系、海外のドッキリとか結構過激なのあるじゃないですか。あのエレベーター閉じ込めて急にバケモンが出るとか。ある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 。すごい、うん、そういうなんか地下の駐車場でみたいな、そういうなんかそれ系見てます。なるほどね。すごいなっつって。まあ、速度も見つつね、もちろん。はい、なるほどなるほど。はいはい。そして続いてですね、エミザさん。はい。マサ夢を見たことはありますかと。マサ夢。マサ夢、まあ、つまりその見てたものが現実となって後に。いや、夢で見たのが本当になるっていうのはあんまないですかね。ちなみにエムさんは結構夢って見る方ですか。その夢最近見ますね。え、どんな夢なんですか。それ、とにかく歩いて迷ってましたけど結構リアリティのあるやつなんですか。どっちかっていうと。そうですね。年を取るとね、どんどん夢が現実的になってくるんですよね。はあ、もう何月何日までにこの仕事やっとるのか何年のにまだやってねえぞみたいなやつばっかりなんですよ。でしかも本当にリアルなんですよ。その納期とか相手の名前とかも一緒なんで、だから俺夢だって分かんなくて現実でごめんってよく謝っちゃったりするんですよ。夢じゃないみたいな、何がみたいな話になって、いやいやちょっとまだできてないんですよ、まだ全然大丈夫なんでみたいな。そういうのありません？なんかこうすげえリアル。あ、でも好きな女の子、学校、うん、学校に遅刻するとか、はい、やっぱり試験なのに、あ、なんか間に合わねえとか、そういうのは見てました。ずっと学校と呼ばれるとこ卒業してからしてからもね、やばいバッて起きて、あ、もう卒業したんだった、
ずっとそれから見ちゃうんですね。見ちゃいましたね。それはありましたね。コモさんってどの夢見るんですか、ちなみに。そうですね、さっきのまあそのありますけど、うん、正夢見たのも、あのよく見てたのはそのスーパーマン、はい、空飛んでんだけど、調子よく飛んでる時ってあんまなくて、この人が手に届きそうなぐらいしか飛べなくて微妙なところ一生懸命力入れてんだけど飛べないみたいなことがよく、はあ、そういう夢なんかあるとか。なるほどね、まあ、まあ人それぞれなんかこの、ね、精神の中にある何かが必ず反映されてるんでしょうね、そういうのね。ね、いやいや面白いわ。ちなみにですね、あとあもうこれすごいですね、マナさん、はい、皆さんの中で一番寒がりなのは誰ですか。エアコンの設定温度で揉めたりしますかと。あ、なるほど、寒がり、そうです。エアコン嫌いなのはニレさんですか。エアコン、すぐパッと消してる印象があります。機械にコントロールされたくないんですよ。自分の人生を機械にコントロールさせたくないんです。しかもほら最近のやつって優秀で、あの勝手に温度変えたりしますもんね。快適なやつ、俺が制したい空気をいつの間にか消えてるんだよね。消しますね、うん、ちなみに寒がりといった意味ではどうだったですかね。こう寒がり、暑がりで寒がりなんじゃない。どっちかというと今極端に。いや寒くないです。コウさん暑がりで、私寒がりでエアコン嫌い。エアコン嫌い。寒がりじゃないんだよね。エアコン嫌いっていうそういうジャンルがあるんですね。寒がりじゃない。なんかだから憎んでるぐらい嫌いなやつに限ってなぜか吹き出し口の下にいますよね。多分向こうも分かってるんでしょうね。おいみたいな、わらわらわらみたいな。なぜかそういうところに立っちゃう。なるほど、ね、あでもコウさんはエアコンの吹き出し口ガムテープって塞いじゃうときありますか。えいやそれは要するに俺のところに全部来るようにですよ。ああなるほど、他のとこを閉じて俺に全部来るようにすごいな、全開に浴びたいタイプなんだ。なるほど、そういう、まあ、そのエアコン一つ取っても、その人イベントもその各々の生き様があります、反映されてますね。面白いな。でちなみにちょっとこれ音楽的なちょっと質問いいですかね。はい、T 田本さん、待ってました。4分の3拍子と8分の6拍子の違いを説明してください。皆様はちなみにどっちの方がお好きですかと。これ俺も分かんないですけど、これ8分の6を約分すると4分の3ですよね。はあ、なるほど、まあ約分するとですね。なんで何が違うんですかこれ。約分ね、これもう単純に数字が違いますね、うん、1、2、3、1、2、3、1、2、3、これ3拍子、これが4分の3です、はい、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、 あその一つの塊というか、中に入ってるのが8分の6は6個入ってると。6個入ってますね。あ4分の3、4分の3拍子のいわゆるあれですよね、あのワルツみたいなやつですね。そうです、はい、1、2、3、1、2、3です。そうです、あなるほどね。でちなみに どっちらかが好きかという、じゃあ挙手制にしましょう。4分の3拍子の方が好きだと、付き合ってもいいと。4分の3拍子と付き合ってもいいという方は。そうなると悩む、結婚まではまだちょっとね。あじゃあちょっと、じゃあまあ軽くちょっとあのどっかあのお茶飲み行ったりする感じでにしましょう。4分の3とお茶飲みに行ってもいい方は。お茶飲み、それぐらいだといいな。おお茶飲みぐらいなら。えちなみに8分の6拍子と、8分の6拍子とお茶したいですどっちかっていうと8分の6ですね。あどっちかっていうと お茶ぐらいやったら4分の3だけど、あもうちょっと深く付き合うとなると8分の6の方が。そうですね、あ8分の6モテるな。8分の6の方が絶対話弾みます弾む弾む。なるほど、4分の3は私ですっていう、こう私を見てオーラが多分強すぎると思う。なるほど、4分の3の場合こいつつまんねえなってなるんだね。そういうことは結局4分の3を無理やりハムで割るみたいなのってすごい、うん、かっこいい、よくあのこれ真面目な話なんですけど、半分に割ったりできるんですかね。見る優しいな、そうやっていいとこ見つけてる。優しいそう、うん、どんな人でもいいとこ見つけてる。話が渋滞して、あの真面目な文学の話だと、これが 1,2,3,1,2,3 タンツタンタンツタンタンツタンタン、この一泊半で割るとすごいかっこいい。すげえ、なるほど。つまりこう一見こうお堅そうに見える4分の3も付き合ってみると違ういい感じも出てくると。高速4分の3、うわ不景なー、つか予想外にむちゃくちゃ盛り上がりましたね今ね。ありがとう田本くん、 T 田本、ありがとうございます。でちなみにあとですね、小木正さん、はい、もしツアー先で
自由な時間があれば皆さんはどのような行動をされますか。あ、じゃあまず M さん、どうですかね、このツアー先で自由な時間があったとしたら。私意外とマインドはインドアなんですが、はい、アウトドアのこう川なんですよ。川をかぶって外側が、はい、ですから外に出ちゃいますね。出て、例えばですね、 Google マップで商店街はないかと探すんです。おお、で見に行くっていう。あ、その商店街をぶらりと、はい、そうです。ちなみになんですけど、3人で一緒にそのじゃ例えばじゃ商店街行こうぜみたいな、なんないですか、あんまり。それはなんないです、一度たりともないんじゃないですか。それぞれもソロ行動でもソロです、あ、ソロ活動になるんですか。そうです、じゃ、そんな中、じゃあニレイさんはちなみになんですかね、うん、散歩とかはします。あ、じゃあ皆さんじゃあやってることは、まあ、同じような。だたまにすれ違ったり。話し合おうよ、話し合おう、そこは。おおじゃないですよ。そのまま通過して知ってるやつだみたいな感じなんですか、ですかね。ちなみにコウさんは。僕はもうベッドメイキングこうやり直したりして、ピシッてもう角と角合わせて、ちょっとずつこれ永遠にやってますね。きっちりとしてないとね。そうです、そうですから、まあ、確かにちょっと気になる時ありますもんね。そうですね、ちょっと気持ちちょっと偏っててね、チリやってその上にうわーっ てそれを繰り返します。ベッドダイブだ、あれ気持ちいいんだよな。あとじゃあちょっと最後になるんですけど、ベロローさん、2022年、はい、まさに今年はどんな年にしたいですか。もうこれ大きい何かあれでも、もう本当小さいものでも何でも結構です、ね、あ、ちなみにコウさんから言いますか。やっぱこう2022ってこれ2例ニコニコってことです。今年はもう2例をどういうふうにすればニコニコになるかなっていうのを、それ一点に。なるほど、ニコニコしてればね、ニコニコ、ちなみに2例さんはじゃあ2022年 どうですかね。真面目な話だと、はい、まあ、ライブ、うん、があんまり地方のライブとか特にあんまりできてなかったんで、この2年ぐらいは、ね、まあ、できるといいなっていう。なるほど、はいはいはい、地方行って、散歩してまたこう生活が違って。おおじゃないよ。よく知ってるやつだみたいな。なるほどね、はい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 。じゃあ、M さんは。そうですね、私も真面目な話、腹筋をもうバキバキに割りたいですね。もうシックスパックでクリスチャーノ・ロナウドぐらいに。あ、すごい。で、夢はもう夏フェスでこうプーンって。新しいな、それレッチリみたいな感じで。はい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 、見せつけるみたいな。はい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 、いいですね。うわ、いいですね。肉体派になりたいですね。もう腕とかもこんぐらいになりたいですよ、本当に。グングングン、もうすごいパワー。まあまあまあ、そんなわけでございまして、引き続きね、皆さん質問とあればどんどんとこちらの方に、ね、お願いします、書き込んでいただきたいということでございまして、はい、さあ恒例となりました、さあ、曲のちょっとしたねプチ解説、はい、まあ、まずあれですよ、今年一発目はなんと翼の折れたエンジェル中村あゆみさんです。あ、名曲だ、素晴らしいです。これどのようなアレンジを施されて。これピアノでずっと最初行っちゃったってやつですよね。そうですね、もうじゃんじゃん、お、もうよしきさんのようにじゃん。あ、もしかしてピアノ透明になってるやつですか。あ、はい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 、はい、弾きましたね。本当にその旋律がもう本当に天高く飛んでいくような、本当に開放感のある、素晴らしい、素晴らしい曲ですよね。はいはい、なんとですね、この後さだまさしさんの来ました、関白宣言来ました、ついね、あの曲を。これはあれですよね、昭和の名曲というか、歌詞が ね非常に、これはまあ、原曲がこうちょっと、まあ、フォークソングというか感じなんですけど。そうですね、これはどのような感じでアレンジされた、なんか本当はこの歌詞の中の男はきっと
可愛いらしいっていう、うん、照れくさいから強く出ちゃう、うんうん、まあ可愛いらしい感じであれってなんか分かんないですけど可愛いラテンみたいな感じ、したしましたっけ。そうですね、そうです、そうです。さあそしてこれもまた J-POP の名曲でございます。来ました、オリジナルラブさんで接吻来ましたね。来ました。これはでもあれじゃないですかね、なんかあのなんかこう HZ トリオのこうなんかサウンドとこう結構あのベクトル的にはオリジナルラブさんとかって結構なんかちょっとなんていうんですかね、気持ちジャジーな感じが、わかりますね。で、そうか、そうですね、好きですね、洒落てますよ。これあのめちゃくちゃリクエスト来てたんですかね。今までで多分一番来てたぐらい。あ、じゃあ皆さん好きなんだ。好きなんです。オリラブが改めて接吻、接吻っていうのはちょっとなかなか恥ずかしいですもんね。そうですね。俺接吻したんだとはなかなか。なかなか言わない。昨日俺接吻したんだっていうとちょっとちゃんと勘弁してくれって感じじゃないですか。すごいですね。いいですね。正式な手続きを踏んだ挙句やったみたいなね。ああ、接吻とのね。そして契約してんの。そしてなんと最後になりますけども、おちゃらかほいっていうのはこのおちゃらか、あ、そうですね、本当にトトロトトトトトト、もう3つぐらいしか音ないですよね。そうですね、トトロトト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 、そうです、それです。意外とその3つしかないっていうのがアレンジのしがいがあるという、あ、やってて結構もうやりがいも、やりがいというかこうモチベーションも高く、はい、そうですね。まあ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 、そんなわけでございまして、じゃあですね、本日も質問に答えていただきつつも、はい、あと曲の解説もありで盛りだくさんでお送りしました。ありがとうございます、ということで、じゃあ、まあ、あの先ほども言いましたけども、まさにあの質問とあればね、基本的にもう NG ないですもんね、質問は。はい、ね、どんなことにも答えますよね。 NG 任せろ。どんなことにも、答えていきたいと思いますので、はい、どんどんと、書き込んで、はい、いただければと、思います。というわけで、あの今年も、今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。本当にね、なんかね、俺の実感なんですけど、なんかね、じわじわと盛り上がってますよ。あ、じわじわと来てますか。なんか何かが今裏でも動いてわかります。もう大人たちが俺たちのこの金に群がってくる。あ、わかります。感じております。というわけで、じゃあ最後に、じゃあ速度くん7回転。あ、すごい。ありがとうございます。すごい。じゃあ次回もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。突撃速度くん。